皆さん、今日はこのスタート集会にお集まりくださいまして本当にありがとうございます。金本幸恵です。ありがとうございます。今街を歩きますと、年金だけでは暮らせない、物価高がひどすぎてやっていけない、子どもを抱えてもう本当にどうしようかと思う悲鳴が本当に広がっています。今この声に本当に応えていかなければならないと私は決意しているんですけれども、自民党の皆さんは裏金、つまり大企業からお金をもらい、パーティー券買ってもらって、そしてまたアメリカの言うことは何でも聞いて軍備拡大、そして国民を犠牲にする、この政治をこの選挙でどうしても変えていかなければなりません。ですからいつまでも自民党に負けているわけにはいきません。私は衆議院選挙、今回で12回目の挑戦です。31歳から始まりまして、今60代、66歳ですから34年。もう今度こそ福井1区から金本幸恵国会に送ってください。そして比例代表では定数が1つ減って、厳しいわけですけれども、裏金問題追及できる、企業団体献金一切受け取らない日本共産党の議席を何としても勝ち取ることができますように、皆様のご支援をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんもご存知のように、裏金問題を明らかにしたのは、一昨年2022年11月6日の新聞赤旗日曜版でございました。赤旗が書かなかったら、この裏金問題は闇の中、裏のままでした。そして今年ですけれども、10月6日号では石破首相の裏金問題をまた赤旗日曜版が書きました。そして国会で石破さんはこの裏金があったことを認めました。本当に赤旗の果たしている役割はすごいと思います。すごい。日本の政治を揺り動かし、一大政治犯罪までもう動かしてきました。実は私、22歳、大学卒業して9年間ですけれども、新聞赤旗福井県記者ということで仕事をしてきたんです。赤旗のもう末端の末端ではあるんですけれども、その一員として仕事ができたことを本当に誇りに思っているんです。今福井の1区の方は裏金議員、ただ一議員ではございません。自民党の幹事長代理です。幹事長というのはご存知かどうか知りませんが、自民党のお金を握っている人、金庫番なんです。ですから、自分が196万円派閥に返した、政治資金収支報告書を修正した、それでは済まないと思います。石破さんの裏金も含めて全容解明する責任があるんじゃないでしょうか。皆さん、この自民党の現職の方、もう元職ですかね、前職になりました、解散になりましたので、本当にこの人に負けないように私頑張ります。企業団体献金を受け取らない日本共産党の金本幸恵、どうぞ国会に送ってください。記者魂がある。ありがとうございます。ぜひ比例代表では日本共産党をお願いいたします。今の物価高は本当にきついものがあります。私は消費税をせめて 5% に下げること、医療や介護、社会保障を良くすること、そして思い切った賃上げを実現することが一番大事だと思って訴えています。ただ、中小企業で賃上げをしようと思いますと、政府の直接の中小企業への支援がなければ、これは実現いたしません。日本共産党福井県委員会として佐藤正夫前県委員長と福井商工会議所をはじめ、福井県内の中小企業団体を訪問して懇談いたしましたが、この日本共産党の言っていることが本当に実情に合うと確信いたしました。皆さん、中小企業の働く皆さんの賃上げ実現のためにも、ぜひ私、金本を国会に送ってください。よろしくお願いいたします。そして、賃上げとセットで、労働時間の短縮が必要です。1日7時間、週35時間。福井県の特に女性の皆さんは、共働き率日本一ということで、子育て、家事、介護など、ケア労働を担って、結局は睡眠時間を削っています。そうなんです。健康を害する睡眠時間のこの不足、この問題とってみましても、福井の女性にとっても男性にとっても、労働時間の短縮で本当に自由な時間を増やしていこうと、日本共産党は法律を作る準備をしております。どうぞ皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。そして私、生まれたうちも金本のうちも農家なんです。ですから今の米不足、本当に許せないと思うんです。福井県は水田が広がっていますから、マーケット行ってお米がないなんてことがと驚かれた方が大勢いるんじゃないでしょうか。しかしこれは起こるべくして起こったと思うんです。農家に対してお米が余ると言って減反をさせてきたのは自民党政治です。そして時給ギリギリまでにしてしまった。それはなんと石破さん、農林水産大臣の時にやったことなんです。そうやって時給ギリギリにして、そして消費者の皆さんにとってはもうびっくりするような値段が6割7割というような高い値段になっているんですけれども、農家はと申しますと、実は生産費を下回る米価になっておりまして、計算をしますと、いわゆる労働時給1時間あたりなんと10円なんです。そんなところで、そんな産業に若い人が農業いいなと思っても生活できないわけですから、農業を続けられるわけがない。我が家の、夫も今日来ておりますけれど、70 前半なんですけどね、頑張っております。しかし長年の無理がありますので、手が悪くなった、腰が悪くなった、いろんなところがあります。それだけではなく、何百万円もする機械が壊れてしまうという事態が起こりました。その時にお金があるかという問題です。うちの夫にもうやめますかと聞いたんです。そうしましたら、金本さんところのお米はおいしいという方がいるのでと言いましてね、おいしいそれで機械を買ったんです。採算が合うどころの話ではありません。わかる。日本の農業というのはこういうギリギリの状況なんです。政府が食料自給率 38% というんですけれども、野菜の種も肥料も農薬もみんな輸入。この輸入が止まったら日本人は飢えてしまう。実質1割しか自給率がない。こんなところまで来ているのに農業政策を変えようとしない。今の自民党政治に皆さん、私たちの命預けることができるでしょうか。できない。政府、自民党はいざとなったら、芋を食え、農家は芋を作れと言うんです。バカにするな。本当にバカにするなと言いたいんです。芋を作らなかったら罰金を払えと農家に言うんです。そんなことになる前に、食料自給率高めるために農家に対する所得保障、価格保障、しっかり行って農業をやる人を増やす、これが求められることではないでしょうか。そうだ。輸出大企業の利益を最優先する。そしてアメリカ言いなりに牛肉、オレンジ、米まで輸入自由化してしまった。この政治をどうしても変えたい。そのためにぜひ福井区金本幸恵お願いいたします。そして比例代表は日本共産党、何としても勝ち取らせてください。よろしくお願いいたします。今の、地球沸騰化、そう言われる気候危機について心配していない人はいないと思います。その問題の試金石は石炭火力、そして原発に対する態度の問題なんです。特に原発について推進派の方々はクリーンエネルギーだと言います。クリーンエネルギーどころか、もう処理処分のできない厄介な使用済み核燃料をはじめ核のゴミがどんどん溜まって、もうどうしようもないところまで来ているわけです。原発はもうやめる。それは福島の事故、能登半島大地震でもう事故が起こったらどんなことになるか避難ができないということを事実で突きつけてきました。ですから原発はもうやめる。そして再生可能エネルギーに転換する。省エネルギーもっと徹底して、この福井県をその先進地にして新しい雇用を作ることが、被爆の心配のない、原発事故の心配のない、本当に豊かな福井県を作る大きな転換になるのではないでしょうか。自民党の皆さんはこの10年の間に70億円もの献金を原子力関係の企業から受け取り、原発最大限活用というふうに政策転換をしてしまいました。県民の命より、国民の命より、健康より、お金、こんな自民党政治をどうしても変える、そのためにぜひ日本共産党を伸ばしてください。よろしくお願いいたします。自民党がいらない。皆さんもおっしゃっていました。ノーベル平和賞を広島、長崎の被爆者の団体の皆さんが受賞いたしました。私も毎月のように福井県元帥協の皆さんと6級行動というんですけれども、駅のところに立ちまして署名を呼びかけてきました。核兵器をなくす署名ですということで、たくさんの方が署名に応じてくれたわけですけれども、こういった福井の行動も役に立ったかと、少しは役に立ったかと思って本当に嬉しく思いました。しかし日本の政府の態度は違います。核兵器禁止条約に背を向けています。それどころか、石破さん、稲田さんも同じ考えですけれども、日本にアメリカの核兵器を配備する、核共有だということを言っています。そして日本の憲法、戦争を放棄した、軍事力を持たないと誓った憲法に自衛隊を書き込んで、正式な軍隊とするという考え方を主張しています。皆さん、今の自衛隊は災害が起こったときに大奮闘をする、それだけが役割ではございません。安保法制と言いますが、閣議で集団的自衛権を認め、そして戦争法を作りました。そしてその自衛隊はアメリカ軍と一緒になって海外へ出て行って戦争ができる、そういう法律ができているわけです。もちろん私たち反対だと、ダメだという声をもっと広げて、この安保法制廃止させようと思っていますけれども、しかしまだその法律が今ある下で日本に核兵器を配備するということは、アメリカと一緒に核戦争をする、自衛隊が核兵器を運んで戦争をする、それが今許すかどうかが問われる重大な岐路に立っていると思います。私は学生の時に日本共産党に入りました。どんな生き方をするのか本当に悩みました。その時に子どもの時から読んでいた憲法のこと、この解釈が変わっていることを本当に思ったんです。ですから私は憲法を守る、平和を守る人間になろう、そういうことに役立つ人間になろう、子どもたちに平和な日本を、平和な世界を手渡せるようになろう、そう思って日本共産党に入り、今活動しております。皆さん、平和を守る、そのために核戦争を許さない、そのためにぜひ日本共産党、この北陸信越から何としても議席を勝ち取らせてください。そして私、金本幸恵、頑張ります。定数の一つ減る比例代表は本当に大変な選挙だと思います。しかし企業からお金を受け取らないで、そして団体からもお金を受け取らないで、政治資金パーティーも開かない、政党助成金も受け取らない。だからこそ国民の皆さんの声をしっかりと受け止めて頑張ることができます。裏金議員許さない、原発をもうなくそう、真正面から取り上げて頑張っております藤野康文さん元衆議院議員、ぜひこの北陸信越から国会へ送ってください。そしてこの能登半島の大地震で、その直後から現地に駆けつけて、そして国政にその声を届けて、ボランティアセンターの責任者として大奮闘しているのが藤野康文さんです。私も2回くらい行ったんですけれども、まだまだ能登の復興、まだまだなんです。この声をどうしても国会に届けなければなりません。どうぞ比例代表、日本共産党と書いてくださる方をぜひ広げてください。もう短期間の選挙戦ですので、皆さんにも広げていただく、そして広げていただく方をぜひとも広げてください。私も頑張ります。そして私も先ほど申しましたように12回目の挑戦です。もうそろそろ今度こそ国会に送ってくださいますようお願いいたしまして、私金本のスタート集会にあたっての訴えといたします。ありがとうございました。